ようこそユニ町へ、はい、ということで今日はユニ町にやってきました、うん、さあゆりえさん今日は何をやるんでしょうか。今日はですね、もうみんな大好きユニ町の定番を巡りたいと思います。定番とは本来常に同じ商品番号が売れることに由来する業界用語。転じて流行に左右されない常に人気があるものを指します。今回のラブ北海道はユニ町の定番巡りと題し、週末にお出かけするなら絶対行くべき食べるべきものを3つご紹介します。なんかこうグルメとかやっぱ知りたいですよ ね、 ということで、役場に来ました、はい、役場の方に聞くのが一番、もう間違いない、間違いないということですね、はいはい、美しい丘や田園地帯が続く農業が盛んなユニ町は、札幌中心部から車でわずか1時間、新千歳空港からも30分とアクセスの良さも魅力。日帰りドライブにぴったり、見どころ満載な街なんです。ここはね、産業振興課という場所なんだけど、ユニ町の定番をちょっと巡りたいなと思っておりまして、はい、課長はユニ町の方ですか。ここはもう生まれも育ちもユニ町です。ユニ町ですか、はい、すごく魅力的な、はい、個人的にどう思います。今都会に近い田舎っていうことで、うんうん、すごくいい街だと思ってます。住みやすい、はい、定番っていうかグルメとか、はい、なんか これがみたいなのって、はい、何がありますかね。グルメだとやはりユニ町はソウルフード、東京ホルモンが、東京ホルモン、はい、なんでユニ町なのに東京ホルモンですか、ね、確かに、はい、今東京ホルモンがね、うん、定番っておっしゃってたんですけれども、どうですか。いや、そうですね、美味しくて私も結構食べてるんですけど、はあ、女性 の皆さんも行くんですか。東京ホルモン好きですか。よく行きますね。あ、そうですか、うん、ホルモン好きですね。ホルモン、東京ホルモンのホルモンは嫌いな人も食べることができ る、 なるほど、食べられる。へえ、はい、ちょっと楽しみですね。地元の人たちに聞いてみても、私が物心ついた時から、小学校ぐらい、もっと前からあるんじゃないですか。ユニのソウルフードといえば東京ホルモン。鉄板の上で味噌だれでグツグツ煮ながら焼くんです、はい、皆さんがこぞっておすすめする東京ホルモンとは。